モンドマージャンプロリーグは CS 放送モンド TV で1997年から放送されているマージャン対局の番組名。1年を通じて行われるテレビマージャン対局の最高峰リーグ戦とされ各カテゴリーごとのリーグ戦優勝者と前年度のモンド王座決定戦優勝者により頂点を争う最終決戦を行っている。 1997年から2003年までは、マージャンデラックスの名称だったが、2004年に、モンド21マージャンプロリーグへ改称2010年11月1日より、チャンネル名称が、モンド21から、モンド TV に変更されたのに伴い、現名称となる。2014年現在、本番組内で放送されるマージャン対局番組は、 原則として、女流モンド杯、モンド杯、名人戦、モンド王座決定戦。モンド TV が制作する、マージャン番組は他にもあるが、それらは本番組とは異なる枠で放送している。本番組などで放送された、過去のマージャン対局シリーズは、一部が DVD 化されているほか、インターネットによる、有料配信でも、視聴可能。また、 公式 YouTube チャンネルでも過去の名場面を再編集した動画配信が行われている。以下に示した放送時間は変更される場合もあるので、公式サイトや番組表などで確認のこと。上記で放送した回は以下の時間帯で繰り返し放送される。過去に放送したシリーズの再放送枠。新型コロナウイルスの感染拡大防止対策のため原則として、 本戦の放送席は2名までとなった。女流モンド杯から新シーズンがスタートし、その後モンド杯、名人戦の順に3大タイトル戦が、各16週ずつ放送され、すべての優勝者が決定後に4週で放送される、モンド王座決定戦で年間チャンピオンが決定する。各回のシステムは、出場選手の人数により異なる。なおいかに示した回より、 以前の大会形式は、下記と大きく異なる場合がある。女流モンド杯は、女流プロによるリーグ戦。2003年に、女流モンド21杯の名称で、初開催。1997年に、モンド21杯として、モンド TV のマージャン対局番組がスタート。名人戦の開催に伴い、第8回より主に50歳未満の男性プロによる、リーグ戦となる。 過去には、プロ以外の著名人も出場しており、第5回では、俳優の萩原雅人が優勝したこともあった。名人戦は50歳以上の男性プロによるリーグ戦。2007年に、モンド21麻雀プロリーグの放送開始10周年を記念し、第1回モンド21杯の出場者が集って、モンド21名人戦の名称で、初開催。前回優勝者と、 当該年度に行われた女流モンド杯、モンド杯、名人戦の各優勝者で年間チャンピオンを決定する。前回優勝者が女流モンド杯、モンド杯、名人戦を優勝した場合は、そのタイトル戦の準優勝者が繰り上がりで出場する。また、出場予定者が病気等で出場を辞退した際も同様。2003年にマージャンデラックスで行われた。 主な大会の優勝者や各プロ団体のタイトルホルダーが出場して、モンド21王座決定戦の名称で初開催。出場者12名の大会出場者10名の大会モンド王座決定戦過去の大会システム括弧内は優勝当時の所属団体を、括弧の後の数字は優勝回数を表す。モンドマージャンプロリーグが定める公式ルールは以下の通り、 おおむね一般的な4人打ちリーチマージャンのルールに準拠しているが一部特別規定もある。女流モンド杯、モンド杯の本戦出場権を争う入れ替え、選抜戦。女流モンド杯チャレンジマッチは14、15シーズンから、モンド杯チャレンジマッチは16、17シーズンから開催。前回シーズンの予選。 準決勝敗退者4名と選抜された若手の女流プロ、男子プロ4名が A 卓 B 卓に別れ半送2回を行い、各卓上くらい1名が本戦出場権を得られる。なお、勇敢富士杯争奪マージャン女流リーグの個人戦、優勝者には女流モンド杯チャレンジマッチの出場権が与えられているほか、女流モンド杯本戦に推薦されることもある。 2012年5月に死去した飯田正人をしのんで過去の対局や対戦してきたプロへのインタビューなどでこれまでの足跡を振り返る特別番組。モンドマージャンプロリーグでは両下べての役満を紹介しモンドマージャンプロリーグの歴史を振り返る番組。モンドマージャンプロリーグでの対局のうち番組スタッフ及びゲストプロがセレクトした名対局を振り返る番組。 薬満ベストセレクションとは異なり、上がりだけを、クローズアップするのではなく、宝珠回避の上流局となった対局も取り上げられている。第1回問答21杯優勝者の安藤、三が2004年に死去したため、安藤を除く5名での対局となった。ただし、第1回は、予備予選からの勝ち上がり及び視聴者推薦から、第2回は、 予備予選からの勝ち上がり及び過去のマージャンプロリーグでの準位率からの出場枠があった。タイトル獲得当時は日本プロマージャン連盟所属で2006年に日本プロマージャン連盟から独立して日本マージャン機構の設立2007年にルムへの参加を経て2011年より最高位戦日本プロマージャン協会所属となる。当時はアマチュア。 2018年に日本プロマージャン連盟へ入会、ダブルヤクマンの採用は2014、15年シーズンから。一次予選はエントリー社全員で対局し、上位24名が二次予選に進出。二次予選は、対局前に面接を行い面接の得点を持ち点として、対局を行い上位8名が準決勝進出となる。 ここまでの様子は準決勝対局前にダイジェストで放送される。ABCDEF マージャンプロリーグ特設コンテンツモンド TV2014 年6月9日閲覧 DVD 関連商品モンド TV2014 年10月5日閲覧モンド TV オンデマンドマージャンモンド TV2014 年10月5日閲覧モンド TVYouTube 土屋和彦株式会社費、テレイベンツ、2021年5月27日閲覧。筒井大輔株式会社、エル・アミティエ。2021年5月27日閲覧。エリカワ・マ廃墟。2021年5月27日閲覧。間宮久美子テレビ。株式会社 A4。2021年5月27日閲覧。 ABCDFG e マージャンプロリーグの歴史モンド TV2014 年6月9日閲覧モンドマージャンプロリーグ1819第16回女流モンドハイモンド TV2018 年7月9日閲覧モンドマージャンプロリーグ1819第19回モンドハイモンド TV2018 年10月24日閲覧 モンドマージャンプロリーグ16、17第11回モンド名人戦、モンド TV、2017年1月23日、閲覧、モンドマージャンプロリーグ公式ルール、モンド TV、2015年2月21日閲覧。さつきまりこ、川原舞子が勝ち上がり、第19回女流モンド敗出場へ、第8回女流モンドチャレンジマッチ、マージャンウォッチ。 25名20212021年5月27日閲覧マージャンバトルロイヤル2014モンド TV2014 年6月9日閲覧マージャンバトルロイヤル戦放送スペシャルモンド TV 番組ガイド2013年11月第1回女流モンド新人戦2016年7月12日閲覧強くて 美しい女性プロジャン氏たちの華麗なる共演。第7回マージャン3クイーンカップスタートニュースに言う2009年4月10日。プロジャン氏、飯田正人スペシャルモンド TV。2014年6月9日。閲覧。モンドマージャンプロリーグ役ンベストセレクションモンド TV。2014年6月9日閲覧。モンドマージャンプロリーグ志向の一曲モンド TV。2015年10月2日。 閲覧ありがとうございます。